ここが我が家だ。いい家じゃないか、江戸。地下の高いホームじゃこうはいかん。30年間の血と汗の賜物だ。北条の豪邸とは比較にならんが、交通の便はいいんだ。すぐ近くにリニアレールのサウスガーデン駅がある。リニアレールは浮上走行なんで、騒音や振動はそれほど問題にならないんだ。帰るところがあるのは羨ましいよ。そうだな、うちに帰るとホッとするよ。さあ、遠慮せずに入ってくれ。じゃ、入ろうか。あら、パパ、おかえり。あ、ただいま。ゼロ G 体操の練習だったのか。新しいユニフォームなの、どう。ちょっと見えすぎじゃないのか。もう、そんなことばっかり。素材が決め手なのよ。流行の天然複合新素材。このユニフォーム、カニ柄のキチン室をコーティングしてるから汗の吸収力がいいんだって。俺は中身の方が興味ありだね。こら、ジョナさん、娘だぞ。パパ、こちらはお客さん。ああ、今日はパパの古い友人を連れてきた。夕食の用意大丈夫か。ええ、いつも多めに作ってるから、足りなかったらパパの分減らすわね。勝手にしてくれ。アナです。ジョナサン、ジョナサン・イングラムだ。よろしく。ジョナサン、あなたが。パパからよく聞いてるわ。マーク、パパの友達のジョナサンだ。挨拶は。うん、気を悪くせんでくれ。マークは精神的な病気なんだ。言葉を持たん。自閉症のようにな。さあな、腹が減って倒れそうだ。着替えて飯の支度を頼む。そうね、このユニフォーム一時以下で試着してると疲れるの。循環器系の制御機能っていうのがついてるかららしいけど。残念だな、脱いじゃうのか。まあ、パパの友達は理解があるわ。アナ、早くしてくれ。わかったわ、もう子供なんだから。困った娘だ、親をバカにしとる。いい子じゃないか、明るくて魅力的だ。さあ、ジョナさん、ゆっくりしてくれ。疲れだろ。アナの誕生日に買ってやったんだ。あの有名な LS の超高級バッグだ。そういえばロレインも持っていたな。そんなに高級なのか。
マークは絵だの？見ての通りマークは肌の色が違う。俺の子じゃない。マークは養子なんだよ。マークはある事件の生存者なんだ。その時に本当の両親を失っている。そうだったのか。キャサリンが亡くなった暑い年だった。ナーク中毒者が正気を失って家族を襲うという事件が起きた。中毒者は自分の妻をナイフで滅多好きにし、息子まで巻き添えにしようとした。俺は現場に居合わせ、その子を守るために男を射殺した。その子の目前でマークの、俺はあの時から銃を抜けなくなったんだ。デカとしては命取りだよ。どうだ、俺がこの年で風紀課にいる理由が分かったろう。道理で発砲しないわけだ。マークはあの事件のショックで口が聞けなくなった。両親が目前で殺されたんだ。あの子のショックは相当なものだったに違いない。自分の殻に閉じこもってしまったんだ。さっき自閉症とか言ってたが、精神的なショックでは自閉症にならないんじゃ。ああ、正確に言うと自閉症ではないんだ。症状も自閉症とは違う。分かりやすいと思ってな。緘黙症とか言うらしい。心理的な要因で話せなくなる。無理に話そうとすると痙攣するんだ。無言症とも言われるらしいが、マークは言葉では自分を表現できないんだ。マークは一日中絵を描いてるか古い映画を見ているかだ。マークとはうまくいってるのか。いや、俺のことを父親としては見てくれてないだろう。そうなのか。マークは俺を憎んでる。エド、いつかは心を開いてくれるさ。そう思いたい。しかしマークは。焦ることはないじゃないか。自閉症とは違うんだろう。時間をかければ話せるようになるさ。エドはマークを愛してる。なら気長に待つことだ。俺にはあいつの父親は無理なのかもしれん。マークの描いた絵だ。この絵はコンクールで入賞したんだ。うん、どこかで見たような絵だな。
何で描いた？ああ、子供用のグラフィックノートだ。ピクノ8。これはそのデータをプリントアウトしたものだ。しかしこの風景は地球のものらしい。できたわ。パパ、どうぞ。ジョナさん、ジョナさん、飯にしよう。アナの日本料理はいけるぞ。日本料理にはちょっとうるさいんだ。ロレインがよく作ってくれた。さあ召し上がって。食べてみようか。うん、まずい。よし、一つ食べてみよう。まだ熱いかもしれないから気をつけて。なんだこれ。食べてみよう。
んだこれは。よし、一つ食べてみよう。そうだな、じゃあこの厚揚げをいこう。なんだこの味。キャビアか、食べてみよう。これがキャビアか。マーク、なかなか絵が上手だね。地球へ来たら一緒にスケッチしようか。おじさんも絵を描くんだ。今度見せてあげようか、マーク。ジョナサン、マークはお前に懐いているよ。普通なら他人と食事は一緒にしない。そうか。珍しいことだが、多分そのタバコだろう。タバコ？マークはタバコに興味があるんだ。古い映画なんか見るとタバコ吸ってるでしょ。はは、映画ファンらしいからな。マークはあれに憧れてるの。実際にタバコを加えた人間を見るのはお前が初めてだろう。マーク、いい趣味してるよ。飲んでみよう。なんだこの味。粉乳みたいだ。どれ、食べてみよう。なんだこの味、まずい。アナ、好きな人いるのかい？恋人とか。おらんおらん。もうパパったら。今まではいなかったけど好きな人できたわ。こら、こいつはダメだぞ。どうして？一緒に同行してわかった。やっぱりこいつはスケベだ。女と見ればすぐに声をかける。エド、
エド、本当にいい家族だな。俺の唯一の自慢だ。ただマークのことはあるかな。大丈夫さ、時間が解決してくれる。だといいが。ちょっと冷たくなっちゃったけど。さて、これからどうする？奴らも動き出すはずだ。徳川の出方を見張ろう。どうもこういうじれったいやり方は性に合わない。仕方がない。ここは OLA じゃないんだ。
ドレッシングがいけないのかもしれないな。よし、再びトライだ。確かにまずい、本物だ。ジョナサン、どんどん食べてね。冷めちゃったけど。ああ、遠慮せんとな。お前は俺と違ってまだ30代だからな。けど。はい、ブラウンです。え？どちら様ですか？ええ。はい。はい、そうです。お待ちください。パパ、ビデオフォンよ。ちょっと変なの。音声信号だけで、カプセルのことで話したいって。カプセル？はい、エド・ブラウンだ。誰だ？誰でもいい。あんたらの損になる話じゃない。いいか、よく聞け。AMM にビヨンド時間の00時に来るんだ。あの探偵も連れてこい。北条健三のことについて嗅ぎ回ってんだろう。どうしてそれを？なことはどうでもいい。来るのか来ないのか。わかった。AMM に00時だな。いい話が聞けるぜ。AMM のパイオニアの前だ。パイオニア？来ればわかる。俺の名はナインスターズ。じゃあな、ポリスノーツ。ジョナサン、撒いた種が芽を出したぞ。垂れ込みだ。餌にかかったか。どうだ。 AMM 宇宙飛行士記念博物館に00時。AMM か。アナちゃんがバイトしてたという。すぐ乗り込もう。待って、全部食べてからにしてよ。まだ時間はあるわ。冷めちゃったけど。アナ、ごちそうさま。美味しかったよ。ジョナサン、また今度。もう知らない。マーク、今度絵を見せてくれよな。行くぞ、ジョナサン。垂れ込みの相手は誰だろう。行けばわかる。しかしあのビデオフォン、聞いたことのある声だった。ふん、いいタイミングで垂れ込みが入って助かった。アナには悪いが。お前はいい、俺は毎日だ。毎日わけのわからんものを食わされてる。エド、お前が作るよりマシだろ。再婚でもするか。これ以上厄介はごめんだ。なら我慢するんだな。ここが宇宙飛行士記念博物館 AMM だ。これまでの宇宙開発の全てが展示されている。垂れ込み屋の指定場所にしては賑やかだな。週末だから観光客も多い。その方が安全だと思ったんだろう。プロの垂れ込み屋か。いや、俺の付き合いのあるやつじゃなさそうだ。信用して大丈夫だろうか。ここで思案してもどうにもならん。さ、そろそろ約束の時間だ。指定の場所へ急ごう。確かパイオニアの前だったな。そうだ、中に入ればわかるだろう。それじゃ入場しよう。博物館か、ワクワクする。勘違いするな、
タレコミ屋に会いに来たんだぞ。いいな。ここがサンゴホールと呼ばれているロビーだ。なるほど、でかいサンゴだな。ここが宇宙探査に関する展示がされているコーナーだ。パイオニア10号、11号に積まれた ET へのメッセージ用プレートだ。プレートは金メッキしたアルミニウム板に描かれ、アンテナの支柱に取り付けられている。ここはアポロ計画を中心に月面関係が展示されているコーナーだ。月面のセットがそのまま再現されてる。ここがビヨンド関連の展示コーナーだ。あ、エド、俺たちポリスノーツの人形が並んでるぞ。驚いたか？このビヨンドコーナーではポリスノーツであった俺たちはヒーローってわけだ。この若さで歴史上の人物とは。そう言うな。俺たちも宇宙開発に少しは貢献したんだ。
光栄じゃないか。少しはか。これがさっき見たユーリーが積載していた脱出用ポッドのサバイバルボールだ。コールドスリープの機能も搭載している。実物はもう少し大きいがな。俺はこの中で30年間も宇宙をさまよっていたんだ。そのために宇宙不適応者になった。ジョナサンの生命を30年間維持し続けたんだ。よくできたカプセルだよ。コールドスリープとしてはまさに実験段階だった。救出された時は寝たきり老人と変わらなかった。今じゃ筋肉の低下もあまりない。俺は1年以上も歩けなかった。クマの冬眠の研究の成果だ。クマ？人間は筋肉を使わなければ3日で衰える。しかしクマは冬眠中半年以上も筋肉を維持できるんだ。なるほど。クマの方が宇宙飛行士に向いてるようだ。今やこのコールドスリープをクマの冬眠と呼んでいる。ビヨンドの模型だ。俺たちが今いるコロニーのな。世界で最初で最後のシリンダー型コロニー。なぜこのタイプのコロニーは作られないんだ？ここができて30年も経つんだ。これには技術的な問題もあるだろうが、コロニーの建築業者が絡んでいるんだ。政治的な問題？まさに今コロニー建設のシェアは徳川建設が独占している。もともと徳川のコロニー技術はトーラス型のものだ。ここのオニール型は欧米の技術。つまり癒着。徳川がオニール型を排除した。そうだろうな。徳川が自社のトーラス型を売り込んだ結果だろう。もちろん大型オニールコロニーの欠陥も発見された上でのことだ。ビヨンドがオニール型の欠陥を自ら証明した。そこへうまく徳川が介入したんだ。しかしこのコロニーを作った欧米企業も黙っちゃいないだろう。コロニー建設といえばオリンピックより儲かる。莫大な献金。宇宙開発には金がかかる。それだけではない。オニール型のコロニーを推し進めていた欧米企業もコロニーの部品を徳川に依存していたからなんだ。徳川抜きではコロニーは作れない。そういうことだ。最近では
このトーラス型を徳川型と総称するらしい。このビヨンドの位置が記されているマップだ。ラグランジュポイントの L5。 そう、この地球と月の重力バランスの均衡位置にコロニーは浮かんでいる。探査コーナーだ。あれ、この宇宙服は何だ。月面服がどうしてこのコーナーに。ヨナさん、中に誰かいるぞ。これは動く展示物か。そうじゃなさそうだ。ようやくデートの相手に会えたようだ。お前が電話の男か。顔を見せろ。静かにしろ。そのままの格好で俺の話を聞け。騒ぐと怪しまれる。うまく考えたな。音声も変えてある。お前だな、俺たちを呼び出したのは。そうだ、さすがはポリスノーツ。すぐに分かったようだな。こんなところに立ってりゃ子供でも分かる。あんたら北条を探してんだろ。北条の行方を知ってるのか。どこにいる。奴は生きてるのか。一人ずつ順番に話せ。いいな。
いいか、覚えたか。勘がいいようだから大丈夫だとは思うがな。カモンチェックで T ギア99が使用可能になる。それから CD ロムをロードする。また連絡する。俺を信用しろ。言っておくが、俺の後をつけたりすんなよ。待て、まだ聞きたいことがある。まだよく分かってないようだな。北条の剣は氷山の一角に過ぎん。奴らはもっと恐ろしいことを行ってる。もっと恐ろしいこと？奴らはあんたらが思っている以上に根が深い。 BCP にも仲間がいる。用心するんだな。また連絡する。じゃな。帰っちまったぞ。尾行するか。待て、ジョナサン、焦るな。まずは CD ロムだ。北条の CD ロムを入手して徳川製薬の T ギア99でロードしてみよう。あの男の言っていることが真実かどうか、あの男の正体についてはそれからだ。さっきも言ったが、奴はホームなまりがない。明らかにビヨンズだ。ビヨンズならどこにも逃げやしない。しかし、ん？どうした？タバコ臭いな。ひょっとしてお前タバコ吸ったか？いや、手違いで火がついたんだ。もう消した。危ないな。先折りタバコか。ああ、先を折るだけで発火する。消すのも簡単だが。気をつけろよ。人に見られたら通報されるぞ。マークには一度見せてやりたい。バカな、許さんぞ。ま、それはいいとして。情報の真意の確認だな。これはホームから取り寄せた本物のサンゴ礁の化石だ。グレートバリアリーフのテーブルサンゴ。この中にはホームの大気中の CO2 が大量に溶け込んでいる。セレスのシンボルとしてこのホールに置かれている。人間には真似できない自然の脅威か。苦労したらしい。ホームからここまで運んでくるのに。
北条家だ、ジョナサン。タレコミ屋が言っていた CD ロムを探そう。彼女、俺たちにいくらか好意的になってくれたようだな。実は借りたいものがあるんだ。ええ、何？エド、これだ。これが CD ロムに違いない。ほら、見てみろ。ケースの表面に家紋が書いてある。北条家の家紋だわ。どういう意味かしら。カレンさん、これを少し貸してもらえないかな。ええ、どうぞ。役立つのなら。よし、これを持って徳川製薬へ行こう。社員 ID の家紋表も見たことだしな。これで ID チェックはパスできるだろう。
それじゃ、アナ、失礼するよ。あら、もう帰っちゃうの？じゃあ。徳川製薬のパソコンを拝借しよう。うまく忍び込めればな。徳川製薬に着いたぞ。よかった、誰もいないみたいだ。作業がしやすい。こんな時間まで会社で残業してるやつなんかいないぜ。そうとは限らん。日本系企業はそれで当たり前なんだ。24時間体制で働いてる。じゃあ今日は？なんだか変だが、ビヨンド30周年記念の準備で休みなんだろう。運が向いてきたってことか。早く作業を済ませちまおう。ジョナサン、北条の CD ロムをロードするだけだぞ。絶対に無茶はするな。分かってる。長いはしないさ。さ、留守宅にお邪魔しよう。いいか、ジョナサン。徳川の連中にこんなところを見つかるとことだぞ。どう見ても不法侵入だ。見つからなければ問題はない。だろ？昔、そういうセリフ、何度か聞いて失敗しなかったが？任せとけ。逃げ足は早い方だ。俺は自信がない。じゃ、エドはここにいろ。わかった。行こう。
お前を野放しにする方が危ないからな。潜入するぞ。フロントだ。ガードマンはいないぞ。ガードマンもいないってのはおかしくないか。おかしい。まるで俺たちの潜入を手伝ってるようだ。考えすぎかもな。徳川も抜けてるかも。そうあってほしい。よし、ロックシステムに ID を差し込んでみよう。 ID を差し込んで、よし、開いたぞ。入ろう。 DDS ルームだ。暗いな。早いとこ例の CD ロムをロードしちまおうぜ。そうだな。俺もこういうところは苦手なんだ。エド、見ろ、端末がなくなってる。なんてこった。危険を犯して忍び込んだのに。先を越されたかもしれん。そうとは言えんぞ。 T ギア救急なら徳川系列の会社にならどこにでもある。そこに行けば北条の CD ロムを再生できる。そういえばどっかにも同じ T ギア救急があったな。そうだ、あそこへ急ごう。ECCH に着いたぞ。この時間だ。診察はしていないようだ。誰かいるだろう。構わんもんか。入ろう。相変わらずだな。いいか、病院へ入るぞ。令状もないんだ。見つかると大事だ。気をつけるんだぞ。もし見つかっても大丈夫だ。どうして。エド、どっか具合の悪いところあるだろ。この際だから見てもらえ。入院するくらいなら捕まった方がマシだよ。さあエド、行くぞ。BCCH のロビーだ。誰もいないな。その方がいろいろと都合がいい。こんな時間に捜査の許可が出るとは思えんしな。薬局には理事長室を通らないといけなかったな。クリスには悪いが無断で入るしかない。よし、行こう。クリス、クリスさんいたんですか。ちょっと残業してたものだから。それよりもどうしたの、こんな時間に。もしかして不法侵入。申し訳ない、クリスさん。どうしても調べたいことがあったもんで。それに扉が開いてた。理由はどうあれ、これはやりすぎね。クリスさん、どうか署には通報しないでください。お願いです。そうはいかないのよね、経営者としては。どうしましょう。クリス、
こんなことがゲイツに知れたらますます立場が悪くなる。そうね、徳川のパーティーであんなに有名になったものね。あの時はご迷惑をかけました。いえ、あの徳川会長にはっきりものを言えるなんてそうざらにはいないわ。ちょっとすっきりした。あの人いい薬になったかもね。でもクリスは貞沖の。いろいろあるのよ、こんなマンモス病院を経営していくには。本当に黙って侵入したりしてすいませんでした。そうね、私に捜査の立ち会いをさせてくれるなら許してあげようかな。本当？ちょっと私も興味あるのよね、こういうのって。推理小説みたいでしょ。わかりました。じゃあクリスさん、捜査に立ち会ってもらえますか。実は T ギア救急用の CD ロムをロードしたいんだが、ここに徳川の T ギア救急は？ T ギア救急は徳川グループ独自のネットワークコンピューターの端末よ。この病院のコンピューターとは異なるわ。そうね、でも薬局にならあるわ。石田が薬の管理を徳川とネットでつないで行ってたから。閉めた。これでやっとロードできる。クリス、 T ギア救急を使わせてほしいんだが。大至急、重要なことなんだ。そう、捜査令状か何かある？もちろん、ない。そうあっさり言われると。分かったわ、私、見なかったことにするわ。ありがとう、クリス。いいのよ、私、あなたたちを見てると昔の頃を思い出して。ずっと昔のこと。さ、ついてきて、ロックを解除するわ。さ、薬局よ。石田はいないわ。ジョナサン、 CD ロムを早くロードしよう。あったぞ、エド。確かに、T ギア救急だ。使い方は分かってるの？私は分からないわよ。この端末は徳川の人間にしか使用できないって聞いてるけど。任せとけ。偉い先生にじっくりと個人授業を受けたからな。宇宙飛行士のな。ジロンさん、端末を使おう。クリス、じゃ、見ててくれ。今から面白い魔法を見せてやる。ワクワクしちゃう。使い方は徳川製薬のものと同じはずだ。これが徳川のネットワークの端末、T ギア救急だ。まず端末の電源を入れよう。確かに同じ T ギア救急だ。助かった。ジョナサン、電源を入れよう。
よし、電源を入れるぞ。ID カードを入れてください。ジョナサン、北条の ID カードを入れるぞ。 ID カード確認。よし、 ID カードのチェックをパスしたぞ。次はこのカードの使用者が本人かどうかのチェックが入る。なんだかドキドキしちゃうわ。社員コードのチェックを行います。次に挙げる人物の徳川社員コードを順に選んでください。指示された人物の徳川社員コードをモニターから選び、該当する家紋をクリックしてください。いわゆる徳川社員しか知らない暗号ってわけか。社員コードなんてあなたたちわかるの？任しといてくれ、予習済みだ。それでこの端末は我々を受け入れてくれたわけだ。やったわ、嘘みたい。見せ物はこれからさ。それでは CD ログを入れてください。北条の CD ログを入れるぞ。CD を読み込んだぞ。出るぞ。見ろ。これは。奴の言うことは本当だったんだ。これまで徳川は皆様に数々の麻薬偽装輸送システム DDS を K シリーズ中心に提供してまいりました。 K1 から K8 までさまざまな DDS を使った麻薬の偽装に勢力を注いでまいりました。しかし残念ながらこれまでの商品はナーク麻薬を公に販売、誰にでも入手可能な DDS を作り出すというコンセプトを満足させる結果には及びませんでした。そのためにユーザーの皆様には多大なる危険と損失を与えたことと思います。しかし今回の K シリーズの最新作 DDS はこれまでのそういった問題を全てクリアしうる可能性を秘めた商品です。ナーク麻薬を安全に
そして自在に売買できる。それが徳川の新製品ナークカプセル K9 なのです。では K9 の優れた偽装システムをご説明しましょう。ナークカプセルの特徴は、薬剤を包むカプセルのゼラチンの中にナークをプログラムしているところにあります。ですから新薬大衆薬を問わず、デザイナーズフードや機能性食品といったあらゆるものに偽装流通させることが可能なのです。つまり内容物を変えることで流通経路はどのようにもなります。病院、薬店、スーパー、内容物にあった公の販売ルートがいくらでも広がるわけなのです。ナークカプセルは封入式ではなくキャップ式になっていますので、個人でも簡単に中身を取り出すことができます。そしてもう一つの偽装安全策を用意しております。いくらカプセル側にナークをプログラムしたところで、公的な市場で流通させるにはあまりにも危険です。そこで徳川の最新テクノロジーはナークそのものを科学的に2つに分離することに成功。これらを別々のカプセルにプログラムすることにより、これらのカプセルを同時に服用して初めてナークの効果が得られるようにしたわけです。私どもではこれをバイナリー麻薬と呼んでおります。カプセル自体へのプログラム、 AB2 つのカプセル同時服用という2ランクの安全システムにより偽装効果はほぼ完璧となります。これでもう麻薬取り締まりによる妨害も損失も恐れる必要はなくなりました。しかもナークカプセルは無重量下でも均等に素早く溶解する性質を持っております。宇宙での使用も問題ありません。それでは次に A、B の分離されたカプセルの見分け方をご説明しましょう。その見分け方はいとも簡単。それぞれのカプセル表面には製剤識別コードを兼ねた目印がつけてあります。この徳川のマークが目印となります。徳川の三つ葉葵の一部が欠けているのがお分かりでしょう。この欠けた部分を持つカプセルを割り符のように対にして服用するとナークとして作用する仕組みとなっています。これらはそれぞれ片方だけを服用してもナークの作用は全く現れません。したがって危惧される一般市場での事故は心配ありません。組み合わせのキャッチは徳川を一つにです。そしてこの携帯ではあらゆる麻薬探知機にも反応しません。気化化学物質探知機はもちろん、中性子の広報錯乱を利用したものなど現存する探知機ではこれらを探知することは不可能なのです。いかがです。これが徳川のハイテクノロジーが生んだ DDS-K9 ナークカプセルです。我々はナークカプセルを自信を持ってお送りします。どうぞこの K9 をあなたの取引に利用してみてください。皆様の良きご理解を期待しております。なるほど、
あのカプセルはやはり麻薬か。ロレインが預かったあの葉はこのトリックを伝えるものだったんだ。徳川め、うまいこと考えやがったな。こんなバカなことって。これは一製薬会社だけの犯罪じゃないぜ。ましてや北条の個人プレーなんかじゃな。大きな組織がついてる。徳川にマフィア。証拠がないぞジョナさん。相手が徳川となるとそれなりの切り札となる証拠がな。こんな CD なら誰にでも作れる。証拠ならあるぜ。鑑識に預けたあのカプセルを調べ直そう。今度は中身ではなくカプセルの方をな。ロレインが命がけで守ったものだ。この CD の内容が事実かどうか、もし本当なら大変なことになる。大変だわ。こんな麻薬が私の病院から大手を振って売買されてたなんて、なんてことなの。この CD が事実なら病院だけじゃなくて、あらゆる薬にナークを隠すことができる。薬店や薬局で売られたら止めようがないわ。徳川とマフィアの狙いはそこだ。クリス、 K9 のサンプルがないか調べてみてくれないか。目印は製剤識別コード、徳川のマークが欠けてる。わかったわ。でもここに置いていくほど彼らはバカじゃないと思うけど。石田もグルだろうか。可能性は高いな。北条側か徳川側かは分からんが、どちらにせよここにいれば K9 の正体を知らなかったはずはない。問題は石田が北条の共犯だとすれば、徳川もマフィアも石田を消しにかかる。 BCP へ戻ろう。カプセルを調べ直すんだ。 BCP に帰ったぞ。監視課へ急ごう。おお、おかえり。どうした、そんなに慌てて。ビクトル、例のカプセルのトリックが分かったぞ。カプセル？ああ、あの風邪薬か。中身ではなく、中身を包むカプセル自体にナークが仕込まれていたんだ。ゼラチンの中にな。なんと、カプセルにか。それは思いつかんかった。しかも A と B のカプセルを同時に服用して初めてナークとなる仕掛けだ。片方の服用だけでは作用しないんだ。化学反応か。その組み合わせを知ってる者だけが享受できる。一般に漏れても事故は起こらんというわけだ。バイナリー麻薬、そんなことが可能なんじゃろうか。それを今から証明するんだ。ビクトル、例のカプセルをもう一度分析し直してくれ。残念じゃがそれはできん。なぜ？例のカプセルはここにはないのじゃよ。ここにないって？ハモカプセルも AP が持って行った。あいつじゃ、あのレッドウッドとかいうフローズナーじゃ。なぜ AP が？あんたらがあいつらに頼んだんじゃないのか。わしはてっきり。おかしいな。あのカプセルのことは AP には言ってないはずなんだが。エド、そのカプセルの話が本当なら風紀がないだけで解決できるような問題じゃなかろう。悪いがわしは AP には逆らえん。 AP の連中、この山を横取りか。あの製剤識別コードの一部が欠けていたのはそういう理由からだったとは。わしももう一度あのカプセルを調べてみたいの。エド、 AP へカプセルを取り返しに行こう。取り返したらわしにも見せてくれ。おいエド、ちょっと来てくれんか。エド、タイミングがいいな。ボスがお呼びだぞ。ジョナサン、エド、派手にやってるらしいじゃないか。いえ、その徳川のパーティーを台無しにしたそうだな。久しぶりに会ったんで盛り上がったんだ。徳川は BCP とジョナサンを訴えるところだったんだぞ。揉み消すのに骨を折った。何度も言うが、相手は徳川だ。慎重に行動しろ。
今度こういうことがあれば抑えきれん。分かったな。以上だ。さあ、おいっていい。くれぐれも面倒は起こすな。やれやれ、これぐらいで済んでよかった。さあ、どうする？あんたらの探してるものはこれか？このカプセルだろ。そのカプセル。あの老いぼれは信用ならねえ。で、俺がここの最新設備で調べてやったんだが、何も出なかった。単なるカプセル剤だ。風邪薬やビタミン剤のな。人騒がせな奴らだ。なーく騒ぎだとはな。どうしてそれを？みんな知ってるさ、この騒ぎだからな。しかし、とんだ猿芝居だ。ボスに知れたら大目玉だ。こいつ、何も知らんくせに。言わせておけ、ジョナサン。この書類にサインしてくれ。俺のサインでいいのか？エドのじゃなくて。ああ、分析費の請求書を事務所に送るからな。よしっと。ほらよ、返すぜ。あったあった。さあ、ビクトリーに調べ直してもらおう。待て、エド、よく見ろ。この製剤識別マーク、これはロレインから預かったカプセルじゃない。すり替わってる。製剤識別コードの一部が欠けてないぞ。何言ってる。これはあのじいさんから預かったカプセルだ、間違いない。レッドウッド、葉の方はどうした？葉の方はホームへ送ったらしい。 OLA の麻薬課に分析を依頼したようだ。どうしてホームなんか？ OLA の警察だ。そのカプセルも要求してるらしいぜ。レッドウッド、いい加減なことを言うな。俺はあんたらと違って忙しいんだ。ビヨンド30周年記念パレードの警備の打ち合わせもしなくちゃならん。エコロジーテロリストから脅迫文書が送られてきたとこなんだ。こんなつまらんことにいつまでも関わってる暇ない。じゃあ。やられた。唯一の証拠だったのに。くそ、この BCP に奴らの犬が。ビクトルか、レッドウッドか。いや、味方がいるかどうかだ。さて、あのタレコミ屋の裏は取れなかったが、どうする？
Reload. の薬莢を拾っていけよ。エド、訓練は？俺はいい。単なる標的だぞ。いつまでも逃げる気か？俺にはできない。なるほどね。 Thank you.
ジョナサン。薬莢だろ。わかってる。あ、そうだ。デカ長、ジョナサン。パイオニア10号のナインスターズってやつから伝言があったわ。パイオニア10号？やつだ。あの AMM の垂れ込み屋。状況が変わった。今日のビヨンド時間04時に例のパイオニア前へ来いって。女の声だったわ。女の声？映像は？あ、いえ。音声信号だけだったわ。プロテクトされてたから録音もできなかったし。やつは女だった？わからない。機械的に音声を変調してたかもしれない。最近のプロテクトって強烈なんだ。 BCP なんかより一般の技術の方が進んでるんだ。ホームなまりは？そういえばあったかも。そうか。どうしたエド？いや、一つ気になることが。ま、い、エド、今度こそ奴を捕まえようぜ。ナークカプセルがなくなった今、頼りは奴しかいない。デカ長、そろそろ僕らの出番かな。ま、待ってろ。ジョナサン、いつでもいいよ。あんたの助けならいつでも OK さ。ありがとうデイブ。その時は頼む。ああ、任せてくれ。よし、垂れ込み屋が待ってる。 AMM へ向かうぞ。今度こそ正体を掴んでやる。夜の AMM か。不気味だな。おかしいな。奴らしくない。こんな寂しいところを指定してくるとは。状況が変わったとか言ってたが、何かあったんだろう。とにかく嫌な場所だ。昼間賑やかな博物館ほど、夜は気味が悪い。今度はもう奴を怒らせるようなことをするんじゃないぞ。俺は丁重に接してるつもりだがね。ま、いい。早く用を済まして引き上げよう。
なんだ、鍵がかかってないぞ。当たり前だ。俺たちはナインスターズのご招待だぞ。なるほど、奴を待たせてしまったな。ナインスターズか。ふざけた奴だ。今度こそ正体を暴いてやる。行こう、ジョナサン。サンゴホールだ。誰もいない。気味悪いな。静かすぎて。月面コーナーだぞ。静かだ。本当に月面にいるようだ。何か気配がしないか、エド。ジョナサン、探査コーナーだぞ。タレコミ屋はまだのようだ。ビヨンドコーナーだ。見ろ、俺たちの首が切り取られてる。悪質ないたずらをする奴らがいるな。嫌な予感がする。早くナインスターズを探そう。20世紀後半に様々な話題を与えてくれたロシアのミール宇宙ステーションのミニチュアだ。宇宙長期滞在記録を出したり、日本人を初めて宇宙で迎えたり。よく覚えてる。旧ソ連が崩壊してからしばらく放置されていた。そうだ。その後日本の企業に売却された。後の徳川だ。実物はまだ地球軌道を回っている。今では宇宙博物館として使われてるらしい。
あの頃は旧ソ連が蓄積した宇宙技術を日本企業に売却するニュースを毎日のようにやっていたな。宇宙開発後進国であった日本がここまでなったのもあの技術売却があったからだ。当時のロシア科学アカデミー宇宙研究所から日本企業へ売却された技術は多い。日本企業が初めて宇宙に実質的なビジネスを持ち込んだ。探査コーナーだ。あ、この宇宙服、あのタレコミ屋の。ジョナサン、首がない。俺たちポリスノーツの人形と同じだ。ん、パイオニアのプレートにも何か書いてある。その宇宙服にも書いてあるぞ。胸に何か書いてある。この件から手を引け、プリスノーツだとさ。俺たちへの脅しが。ん、どうしたジョナサン、座り込んで。いや、ちょっと調べ物さ。ジョナサン、血だ。人間の血だ。なんだ、血が太陽系を指してるぞ。これは何かのメッセージだ。木星のあたりか。木星、あのホログラムだ。あそこに太陽系がある。それだ。後ろのホログラムを見てみよう。ジョナサン、やっぱりおかしいぞ。近くへ見に行こう。どうかしたか。惑星が一つ多いんだ。
惑星が10個浮いてる。一つ多いって？なんだろう、この惑星。これだけホログラムじゃない。よくわからん。何か動いてるぞ。石田だったのか。これは見ろ、この惑星の形。上から見るとちょうど石田の家紋供養になる。ナインスターズってのは石田の家紋、つまり社員コードだったんだ。そうか、北条のホワイトボードにあったマークはまさしくこの供養だったんだ。ジョナサン、感心してる場合じゃないぞ。徳川の殺人マスキードだ。俺たちも石田のように一滴も残らず血を吸い取られるぞ。罠か。どんどん増えてくる。マスキートは人の息、CO2 に反応するんだ。ジョナサン、マスキートが攻撃してきたぞ。撃ち落とせ。追っておけばどんどん血を吸われるぞ。ダメだ、キリがない。ジュラさん、逃げよう。このままではやられてしまう。月面コーナーだ。ジョナサン、後ろだ。こんなのありかよ。撃て、ジョナサン。本当に撃てないんだな。すまん、援護はできん。白市だ。こいつら何者だ。ただのチンピラではないことだけは確かだ。ロビーだ。どうする、入り口まで走るか。ダメだ、こいつらを外に漏らすと大変だ。じゃあどうする、犠牲になれとでも。何か方法があるはずだ。考えろ、考えるんだ。マスキートのセンサーは単純なものだ。蚊と同じで CO2 を感知して寄ってくるようプログラムされている。ということは俺たちの吐く息の他に CO2 を多く含んだものがあれば、うまくいけばそれでマスキートを一箇所に集められる。この AMM で CO2 を含んだもの、確か最初に来た時説明を聞いたような気がする。 CO2 か。ドライアイスがあればいいが。ドライアイスはないだろう。よし、 CO2 を含んだものを探そう。消火器、これは
酸アルカリ型の消火器だな。消火器なら二酸化炭素を吹き出すな。そうだ、マスキートの奴らを騙せるかもしれん。よし、下がってろ。今消火器を使うぞ。逆さにしてと。お、何も反応がない。亀裂が入ってるぞ。これはダメだ、壊れてる。ほら、中の炭酸ナトリウム溶液が漏れてるんだ。さっきの打ち合いで弾が当たったんだ。くそ、ついてない。このサンゴはどうだ。石灰質だ。そうだ、いいぞジョナサン。サンゴ礁だ。サンゴは大量に CO2 を吸収してる。あんな消火器より大量の CO2 が出るはずだ。うん、このサンゴ礁を溶かそう。そうすれば CO2 が発生する。どうやって。塩酸で溶かす。塩酸。酸なんてどこにある。酸、酸ならあるぞ。どこの。月面コーナーに消火器があったろ。あのタイプは酸アルカリ消火器だ。消火器の中心に硫酸が入っているんだ。あれは壊れてただろう、弾が当たって。外側の炭酸ナトリウムが漏れてただけだ。中の硫酸は使える。上下を逆さまにすると外の炭酸ナトリウムと反応するタイプだ。それを使おう。消火器だ。よし、間違いなく酸アルカリ消火器だ。確かに中に硫酸が入っている。亀裂は入っているが大丈夫だ。硫酸は漏れていないようだ。よし、外すぞ。よいしょっと。手が滑る。ジョナサン、ロビーへ急ごう。下がって消火器を投げる。中心を撃ち抜いてくれ。分かった、射撃なら任せろ。何万年も閉じ込められていた古代の CO2 だ。やったぞ、うまくいった。ジョナサン、今のうちに脱出しよう。よし、扉を閉めてこいつらを隔離するぞ。危うく奴らの罠にはまるところだった。 BCP に連絡して中に閉じ込めたマスキートの処理を頼もう。町に出たら大惨事だ。これまでの状況を考えると、石田が北条をそそのかして
徳川のナークカプセルを横流ししていたようだな。うん、ちょっと整理してみようか。石田は BCCH 出向の件で会社に対して不満を持っていた。もちろん金もあるだろうが、徳川への怨恨もあったろう。そこで石田はこれまでの K シリーズに目をつけた。新製品である K9 のサンプルを BCCH の薬局を利用して売りさばいていたんだ。徳川に内緒で。徳川もバカじゃない。ナークカプセルが外に漏れるとすぐにわかる。おそらくナークカプセルを徳川から購入しようとしていた組織の連中も不審に思ったはずだ。組織を通さず市場の末端にナークカプセルが取引されることを最も嫌うのは彼らだからな。つまり石田たちは徳川と組織の両方から命を狙われていた。北条は行方不明になり、恐ろしくなった石田は俺たちに助けを求めてきた。徳川と組織が相手じゃあいつには勝ち目はない。石田は俺たちを使ってビヨンドを離れるつもりだったんだ。しかしどうしてあの時奴の声に気がつかなかったんだ。ホームなまりが引っかかってたんだ。なまり？メリルが電話を取った時ホームなまりがあったと言っていたな。それが？石田は根っからのビヨンズだ。ホームなまりはない。それでタレコミ屋は石田ではないと確信してたんだが、まんまと石田にはめられたってわけか。情けないがな。しかし何か判然としない。どちらにせよ石田はまずい立場になった。徳川や組織を敵に回し法も犯している。あの宇宙服で姿を隠して現れたのもそのためだろう。そして石田は口を封じられた。しかしあの時の男と石田が同一人物だという確証は？あの時男が着ていた宇宙服は間違いなく首なし死体が着ているものと同一だ。同一？男とコンタクトした時こっそり宇宙服に印をつけておいたんだ。印？タバコで服をちょっと焦がしたのさ。なるほど、その加えタバコも役に立つことはあるんだな。さっき調べたのはそれか？で、あったか？印は確かにあった。中にいた人物が石田であったかどうかまでは確証できないが、同じ宇宙服であることは言える。まず石田と思って間違いはないだろう。カプセルを持ち出した北条は行方不明となり、カプセルを売りさばいた石田も殺された。石田の言っていた奴らって？麻薬絡みの組織か徳川、あるいはその両方か。それも AMM に転がっている死体の身元を調べれば明らかになる。のの道奴らに雇われた殺し屋たちだろう。俺たちが追っているのは背後で操っている黒幕だ。しかし俺たちをおびき出した女って。ジョナさん、静かに。どうした？ポリスカーの下を見ろ。誰かが細工してる。おい、お前そこで何をしてる？あの男、ロレインをやったやつと同じだ。なんだって？本当か？逃げるぞ。やつめバイクで逃げるつもりだ。今度は逃がさん。エド、車を出せ。よかった、まだ細工はされてない。エド、急げ。皆さんぞ、エド、ヤツに近づけろ。運転は任せる。あのバイク、ビヨンドで走行禁止のガソリン燃焼タイプ、密輸入車だ。追いつけるかどうか。早いぞ。なんとかしろ。俺は頭に来た。なんてこった、ただでは済まなくなった。ジョナさん、市民は撃つなよ。いいな、追いついたぞ、ジョナさん。よし、集め、見てろ。ジョナさん、落ちるなよ。エド、もっと近づけろ。これ以上は無理だ、なんとかしろ。
ってやつだ。やつはどうして生きてられる。人間じゃないのか。ジロさん、トンネルを出るぞ。どうなってるんだ。確かに命中してるはずだ。ジョナサン、まずい。生活エリア入るぞ。今度はちゃんとしとめろよ。これ以上は生活エリアで被害は出したくない。うるさい、分かってる。バイクを置いて逃げた。駅の方だ。おい、奴を逃がすな。本当に頭に来たぞ。走れるか、エド。ああ、大丈夫だ。行こう。リニアレールの駅だ。奴め、どこへ逃げた。リニアレール、反発式磁気浮上方式のハイスピードインテリジェントビヨンド交通システムだ。最高速度時速500キロ、コロニー内の全域をカバーしている。見ろ、白い血、ヤツの血だ。駅の方へ伸びてる。ロレインの時と同じだ。本当か。ビクトリーに分析してもらおう。 AP のどの部隊の誰の人工血液か分かるはずだ。エド、採取しておいてくれ。よし、採取したぞ。やつめ、この辺りに隠れてるはずだ。もう動けんだろうしな。うん、この辺りを探そう。昼間、やつは不死身なのか。おそらく麻薬中毒者だろう。追いかけよう。ジェロさん、急げ。リニアレールが効くぞ。やつはあれに乗るつもりだ。エド、車で先回りだ。メリルたちに連絡を。わかった。メリル、デイブ、聞こえるか。そんなに怒鳴らなくても聞こえるわ、デカ長。ちゃんとモニターしてますよ。今どこにいる。生活エリアの B ブロックよ。犯人を追跡中だ。星はリニアレールに乗るらしい。セントラルポート駅だ。次の駅で待機してくれ。了解、5分で着くわ。頼むぞ。任せといて。面白くなってきたわね、デイブ。ボックスハウンド時代を思い出したな。
ああ、僕ももうじきこのハンバーガーも食い終わる。よし、奴を追いかけよう。行くぞ、ジョナサン、ホームで上がろう。今なら奴に追いつける。エド、乗車切符はどうする？俺のプレスバッジが非接触切符に対応してる。バッジ内に電磁波を発信する IC が内蔵されているんだ。なるほど、ただ乗りの常習犯か。俺にぴったりくっついていれば通り抜けられる。行こう。駅のホームだ。人が大勢いる。気をつけろ。奴はどこだ？改札は一つしかない。ホームか列車にいるはずだ。奴の血痕もない。リニアレールに乗ったぞ。急げ、扉が閉まる。よし、ジョナサン、列車の最後尾に乗り込むぞ。警察だ、落ち着いて。ヤツめ、どこだ？後ろの車両行きましたよ。何があったんです？スピード違反と信号無視。スピード違反？さらに無賃乗車。それから年寄りを侮辱した。は？バイク姿の男を見なかったか？そっとしておこう。何も知らないだろう。すいません。え、
何？私は耳が遠いんです。よし、次の車両へ行くぞ。警察だ、みんな落ち着いて。何か妙だな、静かすぎる。見ろ、血がここで途切れてる。奴はこの車両にいるはずだ。お嬢さん、協力してくれないか。さっきこの車両に男が逃げ込んできたはずだ。助けて。助けて。エド、変だぞ。君、バイク姿の男は見なかったか。構わないでください。お願いします。何か隠してるな。バイク姿の男はどっちへ行った。知らん。何も知らん。私は関係ない。何か変だぞ、この男。どうした？あんた変だぞ。ほっといてくれ。私を巻き込まんでくれ。おい君、さっき男が入ってきただろ。君と同じバイクスーツを着た。知らねえよ、俺は何も見ちゃいねえ。本当だよ。妙に強調するなこいつ。あんた、俺たちの前にこの車両に来た男を知らないか。コートを取ら。なんだって？コートがどうした？コートを…いや、いいんだ。そこの君、バイク姿の男を見なかったか？知らない。そこの男の子のことじゃないのか？見てないんだな。ああ、窓の外を見ていたから。どうした？何か知ってるのか？いや、忘れてくれ。奴の血だ。やはりここで途切れてる。ほら、痕跡を採掘した跡がある。彼が言ってることは本当か？何も見なかった？ごめんなさい。どうしたんです？怖がらないで。助けてください。ないだろう。この白い血は。この血を流してきたやつは消えたっていうのか？俺たちはこの血を追ってきたんだ。俺は関係ない。死にたくない。ジョナさん、みんな様子がおかしいぞ。やつに脅かされてるのかもしれん。つまりやつはこの車両にいる。
奴のヘルメットはどこへ行ったんだろう。かさばるもののはずだが。ジョナサン、やめろ。何かおかしいぞ。ジョナサン、あのヘルメット、やつはそこだ。動くな。待ってくれ、撃つな。私の子供だ。バイクの男がその子にヘルメットをかぶせたんだ。何？男は左のコートを着たやつだ。左のコート。ジョナサン、やつだ。クソ、やつは人間じゃない。普通ならくたばってるぞ。急い、次の駅に着いちまうぞ。エド、すぐ追いかけよう。よし、ジョナサン、次の車両へ行くぞ。どうして？ジョナサン、撃たないで、助けて。クリス、ジョナサン、どうする？ダウスガーデン、ダウスガーデンでございます。駅に着くぞ。ジョナサン、まずい、駅に着いたぞ。助けて。殺してやる。殺してやるか。やはりホームでロレインをやったやつと同じだ。確かか。ああ、むしろわざと印象付けようとしている。脅しだろうか。クリス、大丈夫か。ええ、ありがとう。ジョナサン、追うぞ。待って、一人にしないで、お願い。クリス、もう大丈夫なんだよ。私、怖い。ジョナサン、逃げられちまうぞ。エド、ミリューたちに先回りするように連絡してくれ。分かった。ミリュー、聞こえるか。ハウスガーデン駅だ。ヤツが出るぞ。オッケーよ、スタンバイしてるわ。位置についてるよ、デカ長。黒のバイクスーツを着てる大男だ、すぐ分かる。その星、私たちがいただくわ。悪く思わないでね。ヤツは凶暴だ、用心しろ。ジョナサン、行くぞ。行かないで、ジョナサン。扉が閉まるぞ、ジョナサン。クリス、しっかりするんだ。いいな。行くぞ、エド。やつめ、ホームを降りたようだ。あの男、すごい体力だな。エド、見たか、やつの目を。まばたきしなかった。あの目、あいつだ。メリルからの連絡だ。こちらエド、どうなった？手課長、星を追い詰めたな。機械の焦点よ。よし、すぐ行く。無茶はするな。通行人を人質に取られたわ。レイム！メリル、どうした？何かあったようだ、急ごう。なんてこと。デイブ。ジョナサン、デカ長、撃たれちまった。ドジったよ。本当、嘘みたい。こんなことならあんたの言う通り防弾チョッキにしとけばよかった。やつはこの店に人質を連れて入っていったわ。あいつ手に爆弾を持って。ジョナサン、デカ長、あの男、あいつだよ。あのシューティング、あの動き、やつか。ああ、AP 隊のレッドウッド。デカ長、デイブを助けて。こんなことならもっとハンバーガー食っとくんだった。大丈夫だ、また食えるようになる。
俺ホームへ行きたかった。ホームを見たかった。デイブ、メリル、メリル、いるかい？ここよデイブ。前から言いたかったことがあるんだ。俺ハンバーガーより好きなものがあるんだ。誰にも話してないけど。何？君だよメリル。バカ。ずっと憧れてたんだ君の匂い。匂い？土の香りがする。とうとう言ったぞ。これで思い残すことはない。テイプ。女らしくなれよテイプ。クソ、エド、店内に飛び込むぞ。いいか、よし、せーの、それ。撃たないでください。奴はどこだ。あ、撃たないで。大丈夫だ、警察だ、落ち着いて。まあ、お願い助けて。カバン？ここはカバン屋か。店内に客は一人か。わからん、他には見えない。奴はどこへ。ここの店員？いいえ、銃で脅されて。そうか、やはりあなたが人質。男はどこへ行った。裏口から。裏口から逃げたんだな。そうです。くそ、エド、行こう。奥さん、怪我は？なんとか。大丈夫ですね。ええ、いきなり外で捕まえられてここへ。もう大丈夫だ。エド、さあ、追いかけよう。待ってください。どうしたんです？私、ここにいてください。もう大丈夫。何かありそうだぞ。奥さん、どうしたんです？あの男、この店に爆弾を仕掛けていったんです。爆弾だって？どこに？奥さん、本当か？冗談じゃ済まないぞ。すぐ爆発するって、そう言えって。本当だったら大変だ。私の持っていたエレースのバッグに入れて、この中に置いていったのよ。時間稼ぎだ。どれだ？どのバッグだ？怖くて見てなかったの。私にはわからないわ、こんなにあると。でも売れると爆発するって。くそ、ここはカバン屋だ、こんなにたくさん。あんた自分のバッグだろ、見てわからないのか。おろしたてだし自信ないわよ。
なんてことだ。ここは LS 専門店だ。これだけのカバンを一つ一つ調べてたら到底間に合わないぞ。奥さん、あなたのバッグはこれですか？私、見てなかったから。自分のバッグだろ。わからないわよ。どれも自分のに見えるもの。じゃあ、これは。勘弁してよ、自信ないわ。さっきも言ったけど、おろしたてだったのよ。どうすればいい？奴め、この間に逃げるか。とっさにしてはうまいこと考えやがった。どうする？このままではコロニーに穴が開く。このブロックは全滅だ。なんですって？困るわ。なんとかしてよ。私の家もこのブロックなのよ。俺の家もすぐ近くだ。やつめ、俺の家を知ってて。爆弾処理班を呼んで全部のカバンを調べよう。そんな時間はない。何か方法があるはずだ。爆弾の入ったバッグは一つなんだ。奥さん、よく聞いてください。あなたの持っていたバッグは本物の LS でしたか？つまりコピー品ではなく。まあ失礼ね。私のバッグは本物よ。先週本店で買ったばかり。鑑定書もありますのよ。よし、ジョナサン、わかるかもしれんぞ。爆弾の入ったバッグ。どうやって？センサーでもあるのか？この店はビヨンドで有名な LS のまがいもの専門店なんだ。あら、これ偽物なの？精巧なコピーなので、よくホームからの観光客が間違って買っていくみたいだ。苦情がよく出てたらしい。そうか、本物と偽物を見分ければいいんだな。エド、わかるのか？俺にはわからん。鑑定士じゃない。それに製造番号が刻まれてても、カバンの内側だ。外からは見えん。あんたは？奥さん、わからないわ。買ったばっかりで印もつけてないもの。注意して見てたわけじゃないから。ここの店員は？ここへ入った時怖がって裏口から逃げてったわ。警察には協力すまい。万事休すか。いや待てよ、本物の LS のバッグってこのタイプのデザインは一つなんだろ？そうだ。 LS のバッグは全宇宙で一つのデザインしかない。そこが人気の秘密だ。年に一つのデザインだ。年を越すとカバンの型を捨てて新しいデザインに変える。ここにあるのは全部今年のデザインを模倣したものだ。ということは、本物のバッグがもう一つここにあれば、この中からそのバッグを見つけられるということだな。ああ、ここにあるのはみんな偽物だからな。触れずに爆弾入りのバッグを選別できる。あとはそのバッグに入っている爆弾をじっくり解体する。その通り。本物のカバンがここにあればな。で、どこにある？けど、この間ご馳走になった時、確かアナが持ってたよな。誕生日のプレゼントにお前が買ってやったとかで。ああ。悪いが、アナに連絡して今すぐここに持ってきてもらおう。江戸のうちこの近くだろ？そうだが。どうした？他にいい考えがあるのか？気が進まない。アナは学校だ。こんな事態だぞ。それはそうだが。江戸、ここが爆発すれば江戸のうちも危ないんだ。早く。しかし。江戸、連絡しろ。バッグは終わったら返す。わかった。パパ、持ってきたわ。エリエスのバッグ。何に使うの？ありがとう、アナ。これでこのコロニーは救われる。エド、早く始めよう。ジョナサン。エド、早くしろ。時間がない。ジョナサン、待ってくれ。どうした？そのバッグではダメなんだ。何を言ってる。娘には言わんでくれ。本物の LS なんて俺の安給料では無理なんだ。江戸、お前。あのバッグこの店で買ったんだ。すまん。
ジョナサン。なんてこった。お前のつまらん見えで知るところだった。コピーだと知ってて購入した場合も立派な犯罪だぞ。すまん。どうするんだ、時間がない。大丈夫よ。お？メリル。これ、本物のエルエスのバッグよ。メリル、どうしてお前が。女らしくなれって、デブからもらってたの。私には似合わないからずっと車に積んでた。メリル、ありがとう。礼ならデブに言って。エド、再走。よし、わかった。いいか、ジョナサン。爆弾の入っているカバンを探すぞ。カバンは店内に全部で21個、うち1個が爆弾入りだ。これがメリルから預かった本物の LS バッグだ。このカバンと同じものが爆弾の入ったカバンだ。よく見て判断するんだ。ちょっとでも違うデザイン、柄、大きさのものは最初からこの店にあった偽物だ。偽物は動かしても大丈夫。この中から偽物を除いていき、爆弾入りのバッグを残せば第一段階終了ってわけか。そうだ。間違って本物を動かすとドッカーン。その通り。俺の命はジョナサンに預けたぞ。エド、間違っても俺を恨むなよ。恨む？お前がドジるとお前も俺もあの世行きだ。俺はそれが気がかりだ。あの世くらいお前抜きでゆっくりしたい。じゃあお前は地獄へ行けよ。俺は天国。俺が地獄ならお前も天国へは行けまい？死ぬも生きるも一緒か。そういうことだ。じゃあ始めようぜ。ふう、助かった。ようやく一つ目だ。ふう、助かった。これで二つ目だ。まだまだ先は長い。頑張ろう。助かったか。助かったか。ふう、助かった。助かったか。ふう、助かった。ふう、助かった。よかった。まだ生きてる。助かったか。
助かった。ようやく半分。あと半分か。助かったか。ふう、助かった。よかった、まだ生きてる。よかった、まだ生きてる。ふう、助かった。あともう少しだ。よかった、まだ生きてる。よかった、まだ生きてる。よかった、まだ生きてる。あとは二つを残すばかりだ。どちらかが爆弾入り、二つに一つだ。今度は大丈夫のようだ。助かったか。一つだけ残ったな。あれが爆弾の入っているカバンか。かなり時間をロスしてしまった。急いで爆弾の処理作業をしないと。さて、こいつが爆弾入りの高級カバン。解体にかかろうぜ。やっぱり爆弾処理班の到着を待とう。素人の出る幕じゃない。さっき時間がないとか言ってたのは誰だ？それはそうだが、爆弾処理班に任せた方が賢明だ。ダメよ。メリル、どうした？お前も退避しろ。応援も AP も爆弾処理班も誰も来ないわ。誰も来ない？どういうことなんだ？私たちはめられたみたい。 BCP にも連絡が取れないの。それにこのエリアすでに閉鎖されてるのよ。ネズミ捕りに捕まったか。エド、確か昔爆弾処理班にいたよな。俺と組む前に。よしてくれ。30年も前のことだ。俺には無理だ。デカ長、やるしかないわ。やつはこのままここを吹っ飛ばすつもりよ。このまま待っても誰も来ないわ。これは罠なのよ。やつは事の成り行きを笑って見てるはずよ。武器化の意地を見せてやろうよ。
エド、このエリアを救えるのはお前しかいないんだぞ。分かった分かった分かった。俺はローガンだ。俺が指示するから、ジョナサン、お前が解体してくれ。よし、メリル、残った付近の住民を避難させてくれ。この店の隔離も頼む。メリル、その前にポリスカーから道具箱を取ってきてくれ。赤色のやつだ。分かったわ。二人ともいい男よ、とっても。そういうセリフは助かってからにしてくれ。急げ。よし、道具は揃った。始めようか、エド。まずはカバンを切断して爆弾部を露出させる。仕掛けてから逃げるまでにそれほど時間はなかったはずだ。カバン自体の仕掛けは考えなくてもいいだろう。じゃあカバンを開けるぞ。待った。振動センサーが起動してるかもしれない。面倒だが、レーザーカッターでカバンの上部を慎重にカットするんだ。わかった。教官の言う通りにする。じゃあカバンを万一の場合に備えて冷却するぞ。冷却したぞ、エド。次は光センサーだ。白い光に反応する光センサーがあるかもしれん。部屋の明かりを消すんだ。電灯を赤外線灯に切り替えた。よし、カバンの上部を切断しろ。行くぞ。切断した。エド、開けるぞ。OK、 慎重にな。ふう、めでたくご対面。ジョナーさん、見ろ、危ないとこだったぞ。左上の丸いやつ、光センサーだ。これからベッドインするときは明かりを消すようにするよ。ふざけている場合じゃないぞ。こいつは思ったより厄介だ。こいつはプロの仕事だ。怖くなってきた。逃げ出したいよ。見たことのあるタイプか。ああ、軍や BCP の対テロ爆弾解体強法に乗っている最新型だ。この前レッドウッドが持っていたものと同じタイプだ。力学、化学、電気のミックス、被爆装置がいくつも用意されている。そいつはよかった。失敗した時に言い訳が効く。一つ一つ順を追っていくしかない。まずどうすればいい？神に祈るか？それくらいでは足りんよ。左の光センサーをペンチで切断しろ。二本ともだ。切断するまで他の装置には絶対に触れるなよ。道具箱に道具が入っているだろう。各道具をクリックすれば道具が使えるようになる。ああ、見える。まずはペンチを使う。左ボタンでペンチが閉じる。どうだ、できるか？できなくてもやらなきゃならんだろう。よし、慎重にやれよ。
止まったぜ。助かった。ジョナーさん、俺の推薦付きで爆弾処理班に入れるぞ。よせよ。まだ若いのに白髪だらけになっちまう。止まってた30年間を取り戻せるぞ。浦島太郎のようにな。ようやく奴らに来たようだ。まるで俺たちの出方をモニターしてたみたいだな。デカチョ、変なの。デイブの遺体が消えてるの。救急班に運ばれたんじゃないのか。私が誘導したんだもの。救急班が到着した時にはすでになかったわ。一人で歩くわけがないぞ。このエリアの隔離が解かれるまで誰も近づけなかったはずよ。奴ら、AP 隊はいつ来た。私が戻った時にはもういたわ。おかしい。奴らか。見て、あのエンプス怪我してるわ。あれはレッドウッドのゴダード。おかしい。レッドウッドも出動している。とにかくレッドウッドの件は慎重に調べよう。俺たちはどうやら孤立しているようだ。